広島県広島市浅木田区にある公立小学校。1873年に白章者、市政官、政務官として発足以来130年の歴史を持つ。広島市の北北東の山地のふもとに校舎を構えており、清流を望む緑豊かな環境に位置する。校舎裏の河川敷には原爆慰霊碑があり、児童による平和の集いが行われている。 本学区は、四方を山に囲まれた、順農村産地として発展してきた地域である。近年は、世帯数、人口ともに横ばいの傾向にある。学区が広く、片道3から4キロ以上を、徒歩通学する児童もいる。山陽自動車道広島東インターチェンジに近い、ことや、向原、三次方面へと向かう県道が学区内を、貫くことから、交通量が増加し、 継続的な安全指導と配慮が重視されている。1909年に、狩り小川人上小学校として開校。学校名は、当時の村域に属していた、カが、小川ら、上深川の町名から、それぞれ一文字を抜粋し、仮小川と総称したものが由来とされている。また、記述の参加村が現在にわたり、広区と定められている。 1889年に市町村制が施行され、1898年に軍政の施行をもって朝佐軍が発足。1955年に狩り小川村とその近隣に独立していた落合村、口田村、深川村が対等合併し、茅町が成立する。この町村合併に伴い、学校名が朝佐軍、茅町立狩り小川小学校に改称される。 1973年、茅野町が隣接する麻郡、佐藤町、安古市町、秋郡瀬野川町と共に広島市へ編入。この市町村合併により、新たに広島市立狩尾川小学校と改称され、現在に至る、白木街道に面した県道37号線沿いに所在。周辺は山と川に囲まれた自然豊かな環境が広がっており、 集落跡地や、対岸へ渡る、金星補助路、循環道がある。校舎裏に流れる大田川の支流、三崎川の川淵に、加古川水辺の落光が設置され、カヌー教室や河川水難事故防止に関する、安全教室などが実施されている。ありがとうございます。